こんな時間までどこ行ってたの？ああ、何が？何がじゃないでしょ。どこに行ってたかって聞いてんの。別どこでもいいだろ。よくないから聞いてるんでしょ。ねえ、うるせえな。ねえ、私たち家族になったんだよ。家族にも言えないことって何？あのさ、別に家族になったからって全部話すわけじゃなくない？お前だって俺に言えないことぐらいあんだろ。ないよ。私、キョウ君に隠してることなんて一つもない。ああ、そうかよ。ねえ、キョウ君。もしかして不倫してる？は？絶対そうだ。新しい女で来たんでしょ。あ、何言ってんだお前は。じゃあ何してたか言ってよ。金庫だよ、パチンコ。パチンコ？そう、駅前にあんだろ、でっかい看板の。なんで？今日ギャンブルなんてやってなかったじゃん。だから最近始めたんだよ。何してんの？ねえ、仕事も急に辞めてくるし、職も探さずギャンブルって。言うともこれからもっとお金かかるんだよ。分かってる？分かってる。分かってないじゃん。じゃあなんでギャンブルなんか。なあ、その話今じゃないとダメ。疲れてんだけど俺。もういい。ねえ、あ、ここにあった封筒知らない？封筒？うん、ここに入れてたはずなんだけど。ああ、俺持ってる。え、これから使うから。は？それゆうとの給食費だよ。いや、分かってるって。だから借りるだけ。借りるって、そんなのパチンコでしょ。なくなって終わりじゃない。ねえ、大丈夫だって。昨日勉強したから。教訓本当におかしいよ。とにかく大丈夫だから行ってくる。はぁ、あ、もう無理。ただいま。ねえ教訓、ちょっと話があるんだけど。その私たち少し実家に帰ろう。ああ、これありがとう。え、いや、ゆうとの給食費。え、なんで？は？いや、借りるって言ったじゃん俺。え？でもパチンコ行ってきたんじゃん。いや、行ってきたけど。じゃあなんで？は？何が言いたいのお前。あ、そうだ、あと今日の分振り込んどいたから口座に。え？お金見てない。20万。何これ。え？だから今日の分。今日の分って、え、今日くんパチンコ行ってたんだよ。だからそう言ってんじゃん。いや、じゃあこんなのありえないでしょ。もしかして今日くん変なバイトしてる？いや、普通にパチンコ。ああ、動画見る？ずっと撮ってたから。ほんとだ。じゃあ俺寝るから。あ、うん。ただいま。今日もパチンコ行ってきたの？うん、うん。ねえ今日くん、もういい加減にしなって。そんな何回も勝てるもんじゃないよパチンコ。これ、えい、今日の分。これ。じゃあ俺寝るから。うん、うん。あれ、今日は家にいるんだ。うん、うん。珍しいね、パソコンなんて。何してんの？うん、統計出してる。え、統計？そう。統計って何の統計？いや、パチンコの。え、パチンコってそういうもんなの？なんかただの運っていうか。バカ、ただの運じゃ勝ち続けらんねえだろ。いや、それはそうだけど、だからそういうもんなんじゃん。まあ9割の人間はそうなんじゃん。何も考えず、ただ娯楽でやってるやつらばっかだから。そりゃほとんどのやつらは大損こくだろうが。だから1割の人間が勝てんだよ。それにパチンコっつっても台や店によって全然違えるから。その台の確率やグラフ、または店の特徴に店長の性格、それと業界全体の景気なんかも要素に入ってくる。景気？パチンコっつったって操作してんのは人間で、裏にいんのは企業だろ。なら深くまで潜りゃ必ず何らかの意図が見えてくる。それを汲み取ってピンポイントでさせりゃ勝つのはそこまで難しくね。ああ、忘れてた。教訓ってそういえば天才なんだっけ。俺実はこう見えてお酒飲まへんねんけどさ、23歳の時に毎日飲んどったんやけど、やめたのね。本気で夢を追う時に、まあ、覚悟決めようと思って。まあ、好きでね、毎日飲んどったんやけど、まあ、やめて。そっからもうほんとたまにしか飲まへんみたいな。人と飲むとかもないし、みたいな。やる女の子とお酒とかも飲まへんし、そういうお店、キャバクラとかもう行かへんみたいな。まあもういう感じないけどさ、その、まあなんかそのやめるにあたって、まあもちろん夢のためにっていう理由もあんねんけど、まあ、その他にもこう、いろんな理由があってさ、まあそんな大したもんじゃないんやけど、なんかその中の一つに、そのなんかチンチン出してまうよね俺、酔っ払うと。その人によってさ結構あるやん、お酒って。その飲むと逆にもう全然萎えるみたいな、そんな気持ちにならへんっていう人も
おる。結構多かったんやけど、なんか俺真逆で、全然もう、むしろマックスみたいな。暴れん坊将軍みたいな感じで。うん、やっぱパンパンになるからさ、最終的に脱いでまうよね。うん。捕まるやん。さすがにちょっとさ、チンチン出して捕まりましたっていうのはさ、ちょっと父ちゃんと母ちゃんに言えへんなと思ってさ。っていう話。